今回は穴埋めクイズです。上と左から読んでくださいね。制限時間は15秒。全部で15問です。1問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。無敵、未定。真ん中の文字は手になります。2問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。田植え、象牙。真ん中の文字はうになります。3問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。逃避、褒美。真ん中の文字はうになります。4問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。たらい、グラフ。真ん中の文字はらになります。5問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。メール、コール。真ん中の文字は長音になります。6問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。柱、粗品。真ん中の文字は死になります。7問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。家来、カラス。真ん中の文字はらになります。8問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。その他、どの。真ん中の文字はのになります。9問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。時勢、遺跡。真ん中の文字は背になります。10問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。
答えです。たぬき、はぬけ、真ん中の文字はぬになります。11問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。話題、無断、真ん中の文字はだになります。12問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。聖歌、俳句、真ん中の文字はいになります。13問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。自分、手ぶら、真ん中の文字はぶになります。14問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。波動、孤独、真ん中の文字はドになります。15問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。ソルト、やる気、真ん中の文字はるになります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、シェアなどよろしくお願いします。ではまた次のクイズで会いましょう。